高橋ユニオンズは、1954年から1956年まで3年間活動した、日本のプロ野球球団、パシフィックリーグに所属していた。現在の千葉ロッテマリーンズの経府に属する。法人としての名称は株式会社、高橋球団。チームのスポンサーは、戦前のイーグルスのオーナーでもあった、高橋隆太郎。1953年当時、 パリーグは7チームで構成されていたが、1チームの波数が生じるため全チームが揃って、公式戦を開催できないでいた。そこで、勝率3割5分を切ったチームは、強制的に解散という罰則を設けたものの、罰則適用チームはなかった。そのため、1954年のシーズン開幕前に、高橋をスポンサーに株式会社、高橋球団を設立。 急増だったためパリーグ各チームから若手を教室するよう申し合わせがされたが、実際に集められたのは、主号で扱いに手を焼く選手や戦力外の選手が大半だった。こうして、高橋ユニオンズは結成された。ちなみに、愛称のユニオンズは寄せ集めという意味ではなく、高橋が戦前経営していた大日本ビールの主力商品だったユニオンビールから付けられたものである。 本拠地は神奈川県川崎市にあった川崎球場。予算も選手も限られた寄せ集めとあって、チームの士気は今一つ。成績も低迷し、悪いムードを払拭するべく1955年にトンボ鉛筆と業務提携し、トンボユニオンズと解消するも改善の見込みなく、1年で提携は解消し1956年に再び高橋ユニオンズに戻った。 本来、野球に、興味のなかったトンボは、やる気はなかったが、1年だけ、冠企業になってもらえるようパリーグが頼み込んだため、解消は事前に打ち合わせがあったという話もある。その後、資金繰りが悪化したことや、8チームでの試合編成が、多すぎたことから1957年2月26日に、大英スターズに吸収合併され大英ユニオンズに、 翌1958年3月10日に毎日、オリオンズに吸収合併され毎日大英オリオンズとなった。なお、大英ユニオンズと毎日大英オリオンズの後ろ身に、当たるチワロッテマリーンズのそれぞれの球団誌では、高橋ユニオンズは、冒険扱いであり、結成年度や、その他の記録は一切カウントされないことになっている。 高橋ユニオンズに在籍していた佐々木真也によると観客が30人に満たない状況もあった模様。宇佐美哲也の著書、プロ野球記録体館に3年間の観客動員数の記載があり、1954年は140試合で21万2000人、1955年141試合16万3000人、1956年154試合13万6000人と、 ある。なお、これは水増しも含めた数字と推測される。このため3年間の観客動員数は、阪神タイガース対、読売ジャイアンツの9試合分とも言われた。また、佐々木は、高橋の大英の合併に関して、チームが大英ユニオンズ、東英フライヤーズ、近鉄パールス、カイコの4グループに引き裂かれたという経緯上、合併というよりは、 球団解散に表現を改めるべきだと唱えている。1969年に引退した石川進が高橋ユニオンズに在籍した経験のある最後の現役プロ野球選手であった。また、2004年11月に東北楽天ゴールデンイーグルスが参入するまでの50年間、日本プロ野球における新規参入はなかった。トンボユニオンズ時代のビクトルスタルヒン。ありがとうございます。